い、ではプリテンダーの A の2段目ですね。ドラムが入るところから、これが1、2、3、4、6小節休んで入るので、ちょっとね曲をよく聴いてどこから入るかを、ね、確認した方がいいかもしれないですけど、フレーズやってみます。ドンチッチッチドン、まずワンパターン、これをドンチッチッチドン、その後がチッドンチッチッ、という感じになります。そうですね、結構速いですね、多分こんぐらいの速さです。ドンチッドン、おにぎりをやってる鬼のとこ長さですよね。なのでこれちょっと鍛えるのにやるとすると、交互に動かす、右左で、右手、あ、右手じゃない、右手右足か、これの速さをちょっと早くできるようにしておく。なんか変な話、こうこれなんかやたら速くなっちゃって、まんま感覚が狭すぎちゃってもなっちゃって意味がなくなっちゃうので、例えばこのおにぎりおにぎりってやってる速さでおにぎりおにぎりって、そういう練習すると安定しておにぎりのそのドドチドの感覚が養えるので、ちょっとこの交互、まあドラムがなくてもね、こうおにぎり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 みたいな、そういう風にちょっと練習してみるとここやりやすくなると思います。